ディーデリヒ、フランツ・レオン・ハルト・シュレクテンダールディーデリヒ、フランツ・レオン・ハルト・シュレクテンダールは、ドイツの植物学者である。クサンテンに生まれた。1798年に、警察の住職に就いた父親とベルリンに移り、ベルリンで医学を学んだ。1819年から1833年の間、王立薬草園の学芸員を務めた。 1826年にベルリーナ・フィロサフィス兼、フェイクルタットの講師となり、1827年に非常勤教授、1833年から晴れ大学の植物学の教授となり、同時に晴れ植物園の園長となった。1826年から1866年までフーゴー、風合フォンモールと共に植物雑誌、リンヤを発行した。シュレクテンダールは、 生涯を通じて、外国の人々から送られてきた多くの植物の記載を行った。メキシコに渡った医師、クリスティアン・ユリウス・ビル・ヘルム・シーデとフェルギナント・デッペから1924年から1929年の間に送られてきたコレクションについて記載したことが特筆される。菊科の属シュレッチ・テンデイリアに懸命されている。息子のディーデリヒ・ヘルマン・レオンハルト・シュレク・テンダールは、 昆虫学者となった。SCHLTDL は植物の学名で命名者を示す場合に d d ヒフランツレオンハルトシュレクテンダールを示すのに使われる。ありがとうございます。